こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。時間に縛られず競技エリアを散策したいと思い、いろいろ試した結果、カメラと視野魔法を使って星集め系の3つのエリアで時間制限なく散策する方法を見つけました。普段はなかなか難しい裏世界にも一人で行くことができます。凱旋の大競技会期間中にぜひ試してみてくださいね。それでは行きましょう。1、ドーム外の着地できる場所へ移動します。2、シェア魔法をタップ。3、録画する前にカメラを構えます。4、録画を開始します。5、競技が終了する前に録画を停止します。プレビュー状態のまま競技終了まで待ちます。安定しドームが見えたら完了。シェア魔法は削除して大丈夫です。これで時間を気にせず散策することができます。フレンドと行く場合、自分主導フレ追従で手つなぎのまま自分だけ先ほどの手順を行います。フレンドは何もしなくて大丈夫です。フレがいればカメラ以外のアイテムを持ち込めるので探索の幅が広がりますね。外から見るドームもキラキラしてて綺麗。ドームの中に入ってしまうと裏技が無効になるので気をつけてください。以前さらっと触れた雲トンネルの行き方を少し詳しく紹介したいと思います。通路右側に段があるのでそこへ行きます。雲の中に入って裏世界へ行きます。ここを通るイメージで歩いていくと行きやすいです。目の前に見える黒い雲で羽を回復します。このまま裏世界を通って目的地まで行きましょう。透明の壁があるので右側へ回ってトンネルへ向かいます。到着。エリア移動することなくトンネルを通過できて面白いです。夜の星集めでも同じ手順で行くことができます。強風で入りにくい倉庫の中には左壁に沿いながら進めば入ることができます。以前は時間制限のため行けなかった中路のその先へ行ってみたいと思います。中は特に変わった様子はなく、いつも通りの倉庫でした。おお、奥まで走れます。暗くて長い通路、雰囲気ありますね。スピードスケートではオープニングで流れていた裏世界へ行くことができます。
通常一人では行けない裏世界タブーなのでとてもおすすめです。リクレースの塔へ登って風壁を越えていきます。とは言っても羽が3枚しかないので、シェア魔法のプレビュー機能を使って回復しながら上へ行きましょう。回復できるアイテムとできないアイテムがあります。水母の究極、キャンドル、クリスマステーブルは回復できます。灯籠などは回復できませんでした。回復できそうなのにね。プレビュー機能をオンにしてそのまま上へ飛んでいきます。保存はしなくていいのでシェア魔法を消費せずに済みます。しばらくの間この2箇所にシェア魔法を設置しています。シェア魔法を使わずに塔の上まで行けるのでよかったら使ってください。マンタに乗って一番高いところで飛ぶとうまくいきます。塔に登ったらここでも一応回復しておきます。いよいよ陸上レースの入り口へ。中には黄金の像があります。中に入ると真っ暗になってしまいました。ランタンか花火が必要そうですね。花火魔法を使ってみました。風壁があり、一人ではこれ以上は近づくことができません。ランタンはなぜか魔法を使うことができなかったので、クローゼットまで戻ってランタンを持ってきました。でも、像はよく見えませんでした。床の模様はとても綺麗に見えます。いつか来たいと思っていたのですごく嬉しいです。秘密の黄金部屋はとても魅惑的で美しい。クローゼットまでは地道に登っていきます。ちょっと遠いけど新鮮に感じて面白かったです。ついでに夢見の街に続くトンネルにも行ってみました。屋根にも登ることができました。ソラレースの方も気になったので行ってみましたが、途中で風壁に挟まれてしまい身動きができなくなってしまいました。紹介は以上です。ぜひこの機会に行ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。